文部科学省は福島第一原発周辺の放射線量の分布図を初めて公表しましたこの分布図は福島県内で毎日計測されている放射線量を等高線上に地図上に示し1時間あたりどのくらい被爆するかがわかるようになっています福島市や郡山市など原発から離れた地域でも放射線量が高めの場所があることがわかりますまた1年滞在した場合の被爆量も推定していて 緊急時の被ばく量の国際的な基準である年間100ミリシーベルトを超える場所が原発から5キロ圏内と北西側20キロ近辺に広がっています文部科学省は今後月に2回分布図を更新する予定です